それでは創世記のアブラハムの公開第4回目になります。創世記の13章全体を長くなりますけれどもお読みいたします。13章1節から。アブラハムは妻と共にすべての持ち物を携えエジプトを出て再びネゲブ地方へ登った。ロトも一緒であった。アブラハムは非常に多くの家畜や金魚を持っていた。ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に祭壇を築いて、主の皆を呼んだ場所であった。アブラムと共に旅をしていたロトもまた羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていた。その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きた。その頃その地方にはカナン人もペリジ人も住んでいた。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いたちの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は、主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツアルに至るまで、主の園のように、エジプトの国のように、見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。主はロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにありマムレのカシノキのところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も聖書を通し、また信仰の父アブラムの姿を通し私たちに語ってくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちはいつも神様に目を上げ続けることができるものとならせてください。そのことを今日のアブラムの出来事を通して教えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は神に目を上げるというメッセージの題にいたしました。今日読んだところに二度目を上げるという言葉が書かれていました。10節にはロトが目を上げて、それから14節にはアブラムがさあ目を上げてって書いてます。ですから今日のメッセージは目を上げるであります。前回は祭壇を守れということでお話をしました。カルデアのウル、ここからハラン、カナン、祭壇を築いて、彼らはそこで礼拝をしておりました。もともと彼らがいたとは、カルデアのウルっていうのは今で言うならばペルシャ湾の一番奥って言ったらいいかもしれませんね。そこから神様から呼ばれて、私を示す地に来なさいと言われてハランまで来ました。これは今のシリアになります。そしてそこにしばらく留まってしまいましたけれども、さらにそこから神様から促されてカナン、今のイスラエルに入ってきました。そしてそこで祭壇を築いて主の名を呼びました。ところがそこ、神様は導いたにもかかわらず飢饉が起こりました。彼らはそこからエジプトに下っていくことになりました。そうです。せっかく築いた祭壇、もしできれば祭壇を持って行ってくださればよかったなと思います。
何も形のあるものを持っていくんじゃなくて、神様と交わりっていうのを持ってエジプトに行ってくださればよかったんですけれども、しかし彼らはそれはできなかったようですね。そしてエジプトに行った時に、エジプトの王様が自分の妻サラが綺麗だったものだから召し抱えようとしました。アブラハムはとっさにこれは私の妹ですと言いました。妻を妹呼ばわりしたのは自分の身を守るためだったんですね。そしてやがて神様がエジプトの王様にこれは人の妻でアブラハムの妻であることを示された時に、王様は恐れて彼らを帰りなさいと言って、しかも多くのものを持たして返してくださったんです。彼らは今度13章の一節に、エジプトからネゲブを通ってベテルに、以前祭壇を築いたところに戻ってきました。そして最初に築いたところにまた再び祭壇を築きました。祭壇とは神様との交わりのことであって、何も形ではなかったんですね。そして祭壇を築いたっていうところに悔い改めっていう姿を見ることができます。悔い改めっていうのはメタノイア、方向転換という意味です。今私たちが願う方向転換とはですね、聖書が言う方向転換は違うんです。私たちは平面上の悔い改めをするんです。例えば東京で江戸前寿司をやって商売やったけどダメだった、じゃあ札幌に行って今度は札幌ラーメンのお店を開きましょう。ああやっぱりダメだ、大阪に行って今度はですね、たこ焼きでもやりましょう。やっぱりまた東京に帰っていきましょうという。これは平面的な方向転換ですよね。でも、聖書でいう悔い改めっていうのは立体的なんですね。平面ではなくて、この世の中であっち行ったりこっち行ったりするんではなくて、方向を神に向けるっていうこと。これが聖書で悔い改めになります。ですから、ウル、ハラン、カナン、ネゲブ。彼らはそこで一回目を離しましたけれども、エジプトに行かなきゃなりませんでした。それは罪の中に入っていくことになりましたけれども、そういった経験をして今戻ってまいりました。エジプトから帰り、悔い改め、最初の場所に戻ったアブラムたちの環境、これは前と随分違っておりました。何が違うかっていうと、13章の2節に、アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。行く前よりもうーんと豊かになって帰ってきたんです。それはエジプトの王様がすみませんでしたってことで、彼らにいろんなものを持たして送り返したんですね。送り返しては追い払ったんですね。ですから金持ちになって、家畜やなんかいっぱい持っておりました。彼らの働きっていうよりも、むしろ神様の徹底的な憐れみであったんです。しかし、命は回復しました。殺されないで済むことができましたし、元に戻ることができました。しかし、私たちはここでこういうふうに考えるんですね。ああ、神様は万事を益としてくださるんだっていう、ここで止まってしまう。確かに万事を益として暮らせてはいるんですけれども、ここで止まると悔い改めにはならなくなってしまうんです。これは平面の方向転換であって、ダメになってしまうんですね。そうではなくて、聖書は恵みが増すように、罪の中に留まるべきであろう。確かにカナンに帰ってきたけれども、彼らの心の内側はまだ変わっていないんですよね。そしてさらに聖書は続けます。罪に対して死んだ私たちがどうしてなお罪の中に生きることができるだろうか。平面の世界、この世を自分の住まいとしていくってことはできるだろうかと問います。そしてさらに聖書は私たちに語ります。あなた方の五体を不義のための道具として罪に使えさせてはならない。むしろ神に自分に死を捧げなさいと言いました。そうです。私たちは上に、神様に向く、悔い改めなさいということです。3節、4節見ましょうか。
ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間に以前に天幕を張ったところまで来た。そこで彼が最初に祭壇を築いて主の名を呼んだ場所であった。ここに戻ってくることが、神様との交わりを回復することが彼らにとっての悔い改めであったんです。しかし、ここに戻ってきて命は助かってますけれども、彼らの抱えている問題がなくなったわけではありませんでした。何が問題だったでしょうか。それは財産が多すぎたんですね。羨ましいと思うぐらいですけれども、財産が多すぎた。これが彼らの問題となっておりました。この財産の多さが彼ら二人の叔父と甥子となるわけですけれども、関係を壊してきました。そして羊飼いたちの間でも、これは俺たちの草だ。これは俺たちの場所だ。これは俺たちの水飲み場だ。いろんな争いが起こったってことがわかります。二人の関係を壊し始めたんですね。共に住めなくなったって六節に書いてます。それから争いが始まったってことが書いてますね。六節、七節です。そこで、トムっていう言葉。これはヘブライ語では、重いっていう意味だそうです。トムっていうことは、重い。お金、財産が重くなってしまう。何もないって軽ければいいっていう、そういった単なる物質的な問題ではない。霊的な問題です。重いっていうのは、心が財産に支配されるっていうことです。重い。神様に近づこうとすると、重しとなる。っていう、その重いになってしまうんです。マルコによる福音書の10章の23節に、ある人が天国に入るには何をすればよいでしょうかとイエス様に尋ねました。その時イエス様はこう言いました。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことだ。ラクダが針の穴を取るがまだ優しいと言いました。そのように財産、それは私たちが天国に入るっていうこと、それを随分止めてしまうものになってしまいます。さらにイエス様はこうも言いました。持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。天に宝を積みなさいと言いました。これは何も施して善行を積み重ねて神様の国に入りなさいと言ってるんでは決してありません。良い行いをしなさいと言ってるんではないんですね。そうではなくて、本当に私たちにとっては天国。これはもっともっと大事なもので、むしろこの世で与えられている財産は、それを目的じゃなくて手段なんです。天国に私たちが神様のところに近づいて、神様と共に生きるための手段。それが手段と目的を間違ってしまう。この人にとっては持ち物が目的になっていたんですね。青年は神よりもこの世の財産を選んでしまいました。財産が神より重かったんですね。アブラムとロトの行動の違い。これは明確に今日ここのところからわかります。ロトは神よりもアブラムに従ってきたんです。神っていうのは彼にとっては名目上。神って言い出すと、実はアブラムとの関係を、いい関係を保てるっていうものもあったんじゃないでしょうか。これは私たちにも起こることですね。その人と尊敬することで自分が利益を得る。だから、あの人を褒めておこうってなることもありますね。要するに、ロトは恵みを求める信仰。神様は恵みを得る手段。財産が神よりも重い。これがロトの方だったんですね。しかし、十分に恵みを得たら、もう神様なんか必要なくなってしまいます。八節に、アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。
と言ってアブラムはロトから離れることを決意したようであります。さてアブラムの提案、これはおじですから、しろ私がもっといいところを選ぶから、お前は自分勝手にやりなさいっていうのがいいんですけども、お前がいい土地を選びなさい、最初に選びなさいという提案しております。どうしてこんな提案ができるんだろうか。それはロトとアブラムでは目を上げるっていう意味が全く違ってたんです。ロトが目を上げた、アブラムが目を上げた。ロトはどこに目を上げましたか。どこかというならば、ロトが目を上げたのはこの世、あれ富、安楽、自分の財産に羊を増やすためにはどこがいいかということが一番の関心事であった。違いません。アブラムも目を上げました。しかしアブラムはどこに目を上げたでしょうか。それは神様に向かって目を上げていたんですね。だからロトに提案できたんです。お前が最初にいいとこ選びなさい、私はその後でいいからということできたのは、アブラムは神様にもうすでに目を上げていたからこそそれができたに違いありません。彼は自分の財産ではなくて自分の罪を負い、エジプトで自分自身は妻を妹だって言ってごまかして、自分自身は生きようとした。こんな罪深いものを神様は憐れんでくださって生かし、また多くの財産をもたらして返してくれた。この神様、彼は目を上げる方は誠のヤーベエロヒムなる神様ご自身だったんです。さて悔い改めは行動に現れるものですね。ロトはアブラムに従ったのであり、そして神に従っていなかった。自分の好きなところを定地を選びました。羊を飼うにはいいとこです。ヨルダン川のほとりですから草がいっぱいあります。ロトはヨルダン川のそばで多くの羊を飼う、財産を増やす、そこのところに目を注いでおりました。アブラムは人々の多く、草と水の豊富な人々をむしろ避けておりましたね。避けました。そしてむしろ山の方を選んできました。さてここで皆さんに知ってほしいことがあります。目を上げるっていう時に、普通一般的に目を上げるっていうのはそこに集中するとか、自分の目的をはっきりするとかですね。そうでないと大学も入れないよ、あれもできないよ、これもできないよっていう。私たちは目を上げるっていうと、そういったことを想像してしまいます。でも、実はそれが問題なんです。私たちがこれに目を注ぐと、私たちはそれを支配していこうというふうな思いを持ちます。でも私たちが目を上げるときに逆転するんです。目を上げたものに私が支配されるんです。ここ間違わないでください。お金っていうものに目を上げる。富に目を上げる。私富を支配するんですか？そうじゃないです。富が私を支配するんです。最近すごいスキャンダルがありましたね。一人の人が何十億って誰かの通帳から勝手に脅して用いていくってことが話題になっておりますけれども、彼は富を支配したんじゃないんですよね。本当は支配しようとしたんです。そしてもっと多くの富を作ろうとしていた。でも逆に富から支配されている。そうです。目を上げたものを支配して自分の思い通りできるんじゃなくて、目を上げたものに私たちが支配される。地位に目を上げていくならばどうなりますか？どっかの国のようにある人が立って、その人に一生懸命気に入られるように、自分の中で言ってこれはダメだと思っていても、その人に従って、いい顔してついて、それによって自分自身が守ろうとする。地位に支配されているんです。あるいは家族に目を向けるってことはどうですか？一般的にもちろん愛するってことでいいことですけれども、しかし家族に支配される、あれは支配する、自分の思い通りにしようとする、いっぱいあります。最近
新聞の中にある宗教団体、とても話題になっている宗教団体ですけれども、子供に対する虐待、そしてこうでなきゃいけない、こうでなきゃいけない、こうだって言って子供がおかしくなっていくっていう記事が載っておりました。そういったことが最近取り沙汰されているようです。それは支配する、逆にそれは支配されているんです、親が。さて、アブラムも目を上げました。アブラムは神に目を上げました。するとアブラムは神様に支配されることができます。神の価値基準っていうものを持つことができるんですね。自分の基準ではなくて神の基準です。富が目的ではなくて命をいただくための手段に変わります。神様に支配されるときに私の理性、知性、感情が何も正しくされる。そして正しくされた私自身がいろいろと選んでいく、そして歩いていく。それが本当に大事ですね。お金に使われるんじゃなくて、お金を正しく使う。何億持てようが正しく使う。少なかろうが正しく使う。ということができるようになります。10節には、ロトが目を上げて、そして14節には、主はロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて。神様が、さあ、私に目を上げなさい。というふうにおっしゃってくださいました。そして東西南北を見渡しなさい。そしてそれをあなたにあげようと言いました。そこで皆さん、そうか。神様にあげたあれもこれも俺のものになるんだなって、そんなように考えないでほしいんですね。それはまた神様を利用したご利益信仰に陥ってしまいますから注意しなきゃなりません。ああ、そうだ。東京スカイツリーに登ってみんな見回してみよう。みんな俺のものになるって、そんな風に考えないでほしいと思います。それは何を言っているんでしょうか。東西南北すべて与えるっていう意味は何だろうか。私たちの東西南北には何がありますか。差し当たり家族がいますね。差し当たり会社があります。差し当たり貯金通帳だとなんかいろんなものがあって、そんなに世界を考えてる人なんかいませんね。それまず、私の世界。私の世界はどうなのか。どうでしょうか。私の世界の支配者は誰ですか。とかく自分になってしまいますね。そうではなくて、私に目を上げようって言ったら、私があなたのすべてを守る。そしてあなたのすべてに責任を持つ。それあなたに正しい考えを与える、正しい感情を与える、正しい意志を与える。それによって生きるっていう時に、あなたは自分の東西南北を支配することができる。コントロールすることができる。正しいコントロールができる。それを私はあなたに与えようと言ってくださいました。世界の大統領になるのではありません。自分自身が神に支配されて、自分自身の家族、近辺、いろんなこと、金銭的なこと、私が正しくそれを理解して、そうするときに、そこに本当に神様のご支配があって、私自身はなんと幸せなんだろう。お金がなくても、あったとしても、自分自身が神と共に生きるということ、それができます。それが、神を見上げた者に、神様約束してくださった、東西南北に渡しなさい。私はそれをあなたにあげると約束してくださいました。どうぞ皆さん、私たちもまた神様に目を上げて、私の東西南北をですね、本当に正しく支配し、あるいは用いて、神様の栄光を表し、また自分自身がとても喜び、また人々を愛することができるものになっていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。アブラハムを通し、ロトの姿を通し、私たちに今日も語ってくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たち今まであのこと、このこと、
あの人この人に目を上げておりますけれども、どうぞそこから誠の悔い改め、それは神様ご自身に目を上げることであること、その時に主よ、目を上げたものから私たちは支配されるということを今日も教えてくださいましたことを感謝いたします。神様に目を上げて、神様に支配されて、神様の清さ正しさで生きることができるものにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。